こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。Amazon で売れている商品と、あなたが売って儲かる商品は別。これ商品探しで、まあ、なかなかうまくいかない初心者の方が陥りやすいミスです。ツールがあれば売れる商品が見つけやすい。できるだけランキング上位の商品の方が売れる。効率よく商品探しをするのが重要。 これらは初心者が抱く間違えた思い込みです。私は一見面倒で非効率な方法で商品探しをします。しかしその結果利益が取れる商品が見つかり、半年で最低月10万円は稼げるようになります。儲かる商品が見つからないという会員さんから入念にヒアリングしていくと次の問題点が見つかります。商品探しに余計なフィルターをかけている。 効率良いい方方法法だと考えてて別な方法で探している。売れた商品を補助しない儲からない商品と似たような新規商品を扱い続ける私の商品探しの方法は12年間の物販サポートで何百名という会員をサポートして好結果を出した再現性の高い方法ですまずは半年間アドバイス通り商品探しをしてくださいこれ参考記事です まあ弱い段階のアカウントだと、売れても補充して利益が取れない商品ばかりになります。弱い段階で、先ほど冒頭に言ったツールを使うとかね。まあ、オーストラリアはそもそもツールないんですけど、まあ、ツールがあったらツールで楽に探せるんじゃないかなとか、まあ、こういう探し方の方が全然楽じゃんとかね。いうので探すと、大抵この初心者が扱うべきでない商品ばかり見つけることになります。その結果、ね、なかなか売れないとか、 売って補充するときにはもう値段下がってるとか、ね。一回二回補充したらもう全然赤字になっちゃったとか、まあそういうことになります。まあ良い商品を見つけられない一番の理由が何か、ね。商品探しは、商品探しで重要なことは一番になること。これらね、えー、まあ商品探しの方法を見て、 まあなんでこんなめんどくさいやり方するのかなと思った時にはこれらを見てください。わからなければね、逆になぜですかとかね、こういう方法の方がいいんじゃないですかというのはね、どんどん遠慮なく聞いてください。今回の動画もね、これ、ああよくありがちな、この方が探しやすいんじゃないですかという質問を受けて、ね、ちょっと私の説明、やっぱりね、まだまだ少ないなと、もっとね、ここら辺は重要なところなんで、 ごを見てね、たくさん動画なり記事なりを作っていこうということでね、作っていきます。また、分かりにくければ、あるいはね、別の方法の方が伝わるかなと思えば、別な切り口で、あるいは別な言い方で解説しますんで、お気軽にどんどんご質問、ご報告お待ちしてます。Amazon S サポーター、堀秀夫でした。